婚活中なのに素敵な出会いが全くないと思っているあなた、それはただの思い込みなんです。ネガティブ思考が一瞬でワクワクに変わる開運セルフマネジメント講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は婚活中なのに出会いに関しては壊滅的だという方に対して、素敵な出会いが全くないと思っているのはあなたの思い込みから起こっている現実ですよっていうことをお伝えしていこうと思います。でそれこそね、出会いって山盛りあるんですよ。ただ山盛りあるんだけど、あなたが願っている条件、あなたが思っている顔立ち、外見力を持っている男性に、女性になかなか出会わないというだけであって、実は恋愛に発展していく、そしてそこから結婚に発展していく出会いというのは普通に外に出てたら山盛りあります。でこれは私のクライアントさんにもよくお話をしてるんですけれども、本当にいやそんなこと言うけど家と会社の往復でね、出会いなんか全くないんですって言わはるんだけど、例えば電車に乗るでしょ。じゃあ電車に乗って隣に立ちはった男性、指チェックしたら指輪してない、まあ、彼女さんとかはいはるかもしれない、でもまずは結婚してないっていうだけで、まず一つの出会いなんですよね。で、そのね、出会いがないっていうのを口にしているから出会いがないという脳みそに変わっていってるっていうことを知っていただきたいんです。で、これ何回も動画でお伝えしてきましたが、あなたが口にしたことが現実で広がっていくっていうのは絶対あるんです。運気を上げたい人も結婚したい人も人間関係をうまくしたい人、夢を叶えたい人も、みんな夢って叶わへんよねとか、今全然運気良くなくってとか言ってるから、その現実が広がっていってるっていう感じなんです。頭の中が出会いというものがないって思い込んでるから、全ての出会いをシャットアウトして見えなくしちゃっているっていう感じなんですね。がね、出会いがないと思っている人は今日からぜひやってきてやってみていただきたいんですが、出会いは5万とあるというふうに無理やりでもいいから思い込んでほしいんです。自分の思い込みが現実を映し出すので、家出た瞬間から山盛りの出会いが待っているって思っていただくだけで、本当に駅員さん、電車の中の人、カフェで隣のテーブルにいる人、そう、もしくはお仕事で営業にお伺いした先の人、そしてあとは何があるだろう、なんか買い物行ってて同じ店内にいた男性女性、これ全て出会いなんですよね。ただじゃあその出会いがあるからって言ってね、いつもフルメイクでおめかしして出かけてるって、それはしんどいじゃないですか。なので、まあ、最低ライン、髪はとかして爪はきれいにしとくとか、眉毛ぐらいは描いとくとかいうのは必要なんちゃうかなって思っていて、これね本当にあった話なんですけど、うち28年エステをやってるんですね。でそのエステに何年くらい前だろう、多分15年ぐらい前かなの話なんだけど、まあ、毎回お客様がね仕事帰りにエステにいらっしゃるんです。でその方仕事帰りだから最初メイクしてきてるんだけど、お手入れ終わるとノーメイクで大阪まで帰っていくんですね。でノーメイクで帰っていってる中で、ある日たまたま阪急の伊丹の駅の構内で男性とぶつかっちゃったんです。で、あ、もうすいません言って、もう別にノーメイクだし、そんな別に普段から出会いをこうねギラギラと探してるわけじゃなかったんだけど、すいません言って謝って、まあ、顔も見んと自分もノーメイクやしね、すっと電車に乗らはったんですね。でたまたまお手入れの後にご飯に行くって言わはってね、じゃあ今日メイクして帰るんだねってなってメイクをして出られました。じゃあ阪急の伊丹の駅でそのぶつかった男性に声かけられた、この間はすいませんでしたと、
でも顔もちゃんと見てないからあんまり覚えてなかったらしいんだけど、ああぶつかった人だなと。でも今日メイクもしてる、眉毛もあるから、いやもうこちらこそすいませんでしたみたいな話になったんだけど、そこから割と回数会うようになっていったんですよね。まあ、顔見知りから頭を下げる、ペコって下げる程度からね、なんかいつも駅でお会いしますよねみたいな会話に発展し、結果ね、ある日夕飯との、アミさん私ね彼氏できてん言うてお付き合いが始まっちゃったの、その人と。で、なんでかっていうとね、まあよく顔も合わせてて特に違和感なく好青年だったし、まあ普通にちょっとなんていう の, あの雑談をねしたら、今日も寒いですよねみたいな話をする程度やったらしいんだけど、たまたま彼がなんかの、ね、美術館かなんかのチケットを2枚持ってはって、もしよかったら時間があったらご一緒しませんかと。せっかくチケットあるのに誘う方もいなくって、なんかそんな誘い方もどうかと思うけどみたいなことを言ってくれたんですね。で、まあ、たまたまその彼女もちょっと好きだった方の、あの美術展みたいな感じだったんで、じゃあお伺いしますってご一緒させてくださいって言って一緒に行った。で、まあ、せっかく誘ってくれはったから、じゃあお昼ご馳走します言って一緒にランチした。そっからなんですね。で、彼女の中ではそんなん出会いなんかないよって言ってたんだけど、その本当なんかぶつかったことぐらいやん、これも一つの出会いやったんですよね。で、結果どうなったかっていうと、その二人は結婚して、もう子供ももちろん生まれてて3人いたはんのかな、まあ、だから今いくつぐらいになってるんだろうちょっとわかんないけど、まあ、幸せに、まあ、喧嘩もする言ってたけど幸せに家族を築かれているっていう、そんな感じなんです。ぜひね、出会いがないと、もう壊滅的なんですと言っているあなたは、頭の中の考え方を180度切り替えていただいて、家を出た瞬間から出会いは山盛りあるという頭に変えていただくと、もしかしたらあなたが思っている理想の顔じゃないかもしれない、理想の外見じゃないかもしれない、理想の条件じゃないかもしれない。でも人ってさ、人を好きになってしまえば条件なんかどうでもよくなるわけでそんなもんでしょ。なのでまずはどれも、駅員さんと喋っただけでもこれも出会いやと、まあ、かといって目をギラつかせるのはあんまりよろしくはないけど、でもどれも出会いなんだという認識からスタートしていただくと、あなたの頭の中が出会いは5万とあるっていう頭に切り替わってくれた瞬間から、あなたには山盛りの出会いがもうバケツをひっくり返したかのように降ってくるという、そんな現実が起こってきます。ぜひ出会いがないと言っている方は今日から頭を切り替えてみてください。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。吉原亜美のミューズチャンネルでは、再生リストの方に最速、婚活マインド、開運コミュニケーションなどカテゴリーを分けて投稿していっております。チャンネル登録の方から再生リストを見ていただいて、あなたの毎日に役立つ内容があればぜひ使ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。